皆さんこんにちは。こんにちは。新潟県私の慶応学園大学から元気な大学生の日常をお届けするユーストリーム番組慶和ランチのお時間がやってまいりました。今回イエーイ。こんな感じなの？はい。今回の MC は髪を黒くして身も心も若返りたい横田と。地声の低さがオカマバーナー小池です。よろしくお願いします。はい、はい、じゃあ今回のゲストは、カナダに留学に行っていた柴田芽衣さんをゲストに迎えてお送りしたいと思います。どんな話が聞けるかとても楽しみです。よろしくお願いします。はい、じゃあ早速まあとりあえずもしかしたらめいちゃんを知らない人がいると思うので学年と学科と出身地、あと自己紹介、名前の自己紹介お願いします。お願いします。はい、英語文化コミュニケーション学科の2年生です。はい、同い年。出身地は阿賀野市。阿賀野、柴田、阿賀野は柴田の隣じゃない。ちょっと奥だね。隣っちゃ隣、月岡の方。月岡の方。なるほどなるほど。え、阿賀野市どの辺？水原ですの笹上です。あ、笹上ですか。あ、なるほど。よく行きます、ね、本当ですか？先生がよく本当ですか？ビール飲みに先生は行かれるんですね。はい、そんなわけで、今日今回は、カナダに留学に行ったということで、まあ、留学しようと何で思ったのかっていうのから最初にお話ししていきたかったなと思います。なんで理由、はい、なんでなんか理由は特にないんですけど特にないんですけど語学？語学、そうで、一応英語系の学科っていうこともあって英語も勉強しなきゃいけないし、あと海外に行ったことなかったので行ってみたいなと思って行っちゃいました。すごい。ちなみにその留学をこう行こうって思ったこのなんていうんだろう、時期とか時期は高校、中学高校ぐらいから思ってて、でもちょっと高校の時は機会がなくて、でやっと行けたって感じ。ずっと思ってたもんね、留学したいって。してみたかった。ずっとカナダにじゃあ行きたかった。最初はなんかアメリカの方に興味があって、カリフォルニアとかそっちの方に行ってみたかったんですけど、先生、今のユニットの先生にカナダを勧めされて、で治安もいいし、じゃあカナダは治安がいいんだ。すごくなんか治安もいいから、じゃあ。ってことで、じゃあよし行こうかってなってカナダに。なるほどなるほど。それでは、そんなカナダに行ってきたメイちゃんのカナダの感想を、はい、これからちょっと聞いていきましょう。聞いていきましょう。はい、カナダの生活で特に楽しかったことって何かあったりしましたか？ねえ、なんか行ったのも初めてだし、街もやっぱ日本と全然違うから、どこ行っても違う景色が見れるし、日本と。あー、なるほど。そうで、すごい楽しいです。放課後、学校も通ってたんですけど、放課後に友達とか、友達とかといろいろ観光に行ったり、あと休みの日にも観光行ったり、で話はやっぱ英語なんで、英語で友達とか、あとホストファミリーの人たちと話しそうです。楽しかったです。ちなみにそのあれ、そのお友達っていうのはカナダのカナダ人のお友達？なんか違いますね。違いますね。違う。韓国と、韓国とあとサウジアラビアとが多くて、あとアンドラって分かりますか？アンドラは初耳だ。なんかすごいこんなちっちゃい国があって、アンドラアジアっぽい的な。いや、どっちかっていうとどこなんだろう。東洋、ヨーロッパ。初めて、どうですか？初耳ですか？アンゴラ？アンドラ。アンドラ。ちょっと失礼。ヨーロッパ系か謎、私もよくわかんないんですけど、そっちの方から来てる子とかもいろいろいて。
その子たちと喋るときはじゃあ共通で英語で喋る。そうです。やっぱなんかその留学のお友達とその一つの母国語とか教えてもらったり、まあ、教えてもらいました。だから韓国人がすごく多くて、だから韓国語、韓国語、英語より韓国語の方が勉強したかもしれない。あ、じゃあちょっと喋ってなんか喋ってほしいね。なんかこうなんだろう、じゃあ、あ、そうかな、そうだね、韓国語で、うん、あー、山ドラよ。あ、山ドラよ。山っていうのが、うん、韓国語では怒るっていうことらしくて、怒る、あー、山ドラよっていうと、あ、なんかもうすごい怒ってるんだけどみたいな。あー、山ドラよ。あー、あー、もう怒ってるよ、私はっていう。怒だよ。まさかその単語が出てくるのか。なんかこう大好きですみたいな感じのかと思ったら、あー、山ドラよ。さすが、韓国語。すごい。韓国のセンスが。留学ってどれぐらい長い？5週間行ってます。5週間ってことは、まあ要するに夏休み丸々ぐらい。そうですね。夏休み丸々ぐらいの期間を留学に行ってきたということで。なるほど。そんな長い5週間の生活の中で逆に困った、さっきは楽しいことだったじゃないですか。じゃあ今度は逆に困ったことは。困ったことはいっぱいあります。なんか、うん、携帯もう普通に使えないんです。やっぱり普通に、あ、日本で使ってるこのまんま海外持っていくと、すっごいお金かかるんで。あ、そっか、通信料とか。そう、だから Wi-Fi を通ってるところじゃないと使えなくて。そうなんだ。で、なんか道に迷ったりして調べようって思っても Wi-Fi 通ってないと調べられないし、すごい携帯って便利だなって改めて実感したっていう。なるほど。じゃあそんな、ちょっと迷ったりもじゃあしたわけですね。しますね。やっぱり知らないところに、知らないとこ入ってきて道に迷って、その時は結局どういう展開でうちにちゃんと、やっぱり人に聞くしかないで頑張って。あー、じゃあ英語で でもすごいカナダの人みんな優しくて、なんかすごく聞くと丁寧に教えてくれるんですよ。バスの運転手さんもだし、普通の一般の人もだし、みんなすごい優しいんで、いい人たちばっかり。なんか羨ましくなってきちゃった。その体験してみたい。その体験を。あと他に、なんかさっきたくさんって言ってたけど、あと他には何かありましたか？困ったこと。困ったこと、食事。日本はお米美味しいです。結論、日本はお米美味しい。白米美味しい。やっぱ考えた。カナダのお米はいかがでしたか？なんか日本のお米と違ってすごい細長いんですよ。タイ米みたいな。そう、タイ米みたいで細長くてパサパサで、それはまあ日本人からしたらまあよろしくないね。よろしく。本当によろしく。あー、なるほど。じゃあそれでなんかもう食べ物に困ったっていうか、こうちょっと美味しくないなって。カレーとカツ丼がすごい食べたかった。カレーとカツ丼食べられなかった。食べられなかったのか。そうか。じゃあちなみにそのお米っていうなんかこうバンって感じのなんかメニューだったけど、なんて言うんだろう、こうどんな料理っていうか、料理としてはどんなもの。カナダ料理って何なんだろう。確かに、なんかカナダ料理は何だろう。カナダはカナダ特有の料理がないらしくて、でなんかさっき先生も言ってた通り、すごいいろんな国の人が集まってきてるから多国籍。そうなんだ。だからカナダ料理なくて、いろんな国の多分ご当地みたいなのが集まってきてるから、いろいろ食べるんですよ。だから日本食のレストランもすごいいっぱいあるし、韓国のレストランもいっぱいあるし、タイのレストランとかもいっぱいあるし、タイ料理。なるほど。なんかまあそうね、じゃあ時々こうお米が出たかと思えば、なんかパスタみたいなのが出てみたり。なるほど。面白いね。本当に面
面白い。カナダ流の日本食食べてみたりした？あ、気になる。日本食、あ、ラーメン、ラーメン食べに行く。ラーメンってカナダに。なるんだ。美味しいの？美味しいです。なんか働いてるのも普通に日本人のスタッフで、そうなの。お店行くとも日本語なんですよ。いらっしゃいませみたいな。豚骨ラーメンみたいなのがすごい美味しかった。でも高いですよ。1200円。日本だとそれこそ600いくらとかでなんか食べれたりするけど、大体2倍ぐらいだと思う。1200円から1500円ぐらい。それはまあそんなにポンポン食べるわけにもいかない。お金がないぞってなっちゃうから。そっかそっか。でもカナダのラーメンってなんかちょっと興味ないですか、横田さん？もちろんありますよ。なんかラーメンクイーンじゃないですか。いや、それはちょっとちょっとまあ触れずに、ちょっと触れずに心に留めて。なるほど、ラーメン。なんか私のイメージだと外国に行くと日本の寿司屋さんがあるっていうイメージ。ああ、ね、寿司屋もいっぱいありました。あれは回る回転寿司。回らないと思う。あ、回ってるやつ。ネタ乗ってる、あの寿司じゃなくて巻き寿司が多かったです。あ、軍艦っていうのかな。軍艦巻き寿司、あの太巻きみたいな。太巻き、太巻き、太巻きみたいなやつが多分外国人では綺麗に見えるんです。あ、なるほど、なるほど。ちょっとなんかネタが乗ってるだけのなんかこうご飯がこうなってるみたいな、こうノリで分かれるみたいな。派手めがいいみたいな。派手めの方がお好みで。なるほど、そういうわけですね。なるほど。じゃあちなみにですね、カナダのなんていうんだろう、ちょっと唐突なんですけど、カナダのどの町に行きましたか？留学したところの留学先は、ホームステイしてたところはバンクーバーって。オリンピック、オリンピック、オリンピックのあったところでホームステイをしてたわけですね。なるほど。ちなみにあの学校も行ってたってさっき言ってたじゃないですか。学校もバンクーバーだった。バンクーバーですね。大学っていうかランゲージ学校行ってたんですよ。ランゲージ学校って何ですか？ごめんなさい。やっぱ留学したり、いろんな国の人が来て、留学生、語学を勉強する学校。語学勉強専門の学校。そうだから、カナディアンはいないんですよ。先生はあのネイティブスピーカーっていうか、もうカナダ人の人が多いんですけど、生徒はカナディアンはいないです。じゃあもうみんな留学生で。そうですね。すごい。なんかそれはすごいいい経験になりますよね。カナダに5つ他の国の人とも交流できるっていう。だからさっき韓国の言葉を覚えて帰ってきた。怒ってるよっていう。怒ってるよっていうのを覚えてきたって言ってたし、なかなかない経験を留学でしてきたなんて、なんかこう本当にさっきから言ってるけど羨ましい限りで。一番思い出に残ったものって何かな？思い出に残ったこと、思い出に残ったこと、なんだろうな。でもやっぱり放課後にみんなで観光に行って、学校から歩いて20分ぐらいのところにスタンリーパークっていうすっごい大きい公園があって、そこによくみんなで行ってたんですけど、すごい広いですよ。そこには何があるの？もういろいろあります。水族館もあるし、ビーチ、ずっと周りビーチなんですよ、公園の周り。でサイクリングとかもできるし、サイクリングしたんですけど、一周するのに自転車で2時間かかりました。2時間なんか規模がだんだん分からなくなって、2時間かかりました。2時間飛び続けたの？そうです。すごい大きいんですよ。なんかさっき公園って聞いた時、私の想像した公園はただなんか遊具があって、ちょっとなんかこう紅葉したなんかこう木の並木道があるみたいなのあったんだけど、2時間、まさかの2時間かかります。規模が違う。規模がやっぱ国際的ってことはありますか？はい、本当に。そんな、じゃあその水族館にも友達と一緒に行ったり。水族館行かなくて、あら、水族館はどこも一緒かなという、ことで。なるほど、いいですね。2
2時間の衝撃がでかすぎて、なんかここら辺にずっとなんか詰まってる感じ。ここもう頭の中2時間か、どんな規模だろうなみたいな感じで、なんか楽しそうだな。でもそんな楽しいことの前にやっぱ準備もしなきゃいけないわけじゃないですか。そう、やっぱね、大切、ね、準備は大切です。その留学前にはどんな準備をめいちゃんはされたんですか？パスポートもないんで、パスポート取って、で大使館、カナダの大使館にビザ取得、申請を送って、ビザ取ったのかな、取ったり、あと荷物も全部まとめたり。あれはちなみにキャリーバッグかな、キャリーバッグはどれぐらいの大きさのやつで、どれぐらい、なんか7泊8日とか、なんかこう私の知ってる限りの限界は7泊8日ぐらいのやつしかわからないんだけど、7泊8日、最初2週間分ぐらいのやつを買ったんですね、大きいやつ。すごい、2週間買ったんですけど大きくてスカスカだったんですよでこれは大きすぎるなと思って、ちっちゃいのに買い替えて、で無理やりこうなんかだいぶちょうどいいかなっていうぐらいの大きさにして、旅立ってきたわけですね。なるほど。なんか準備って案外大変ですね。そんななんか買い替えたりもしなきゃいけない。予想がつかない。そう、予想がつかない予想、そう、私だけかもしれないめちゃんだけかもしれないけど、ちょっと予想つかなかったという、なるほど。じゃ あの最後に、もしかしたらこれを見てる人が、私も来年留学行きたいなって思ってる人がいるかもしれないので、そんな方々にぜひ一言いや、行くべきですね行きたいとき、行くべき、迷ってる人は行くべきだと思う。迷うなら行け、迷うなら行け今日の名言ですね、迷うなら行け行くならバンクーバー、行くならば。いや、自分の好きなとこ行ったらいいんじゃないですか。あ、褒めてたよ。でもやっぱカナダって治安いいって言ってたから、ね、お母さんとかお父さんは親は安心かもしれない、安心して送り出せるかなって。バンクーバーなら安心、バンクーバーならバンクーバーなら安心だ、行くなら行け公園もあるぞということで、2時間最高に行けるよということで、バンクーバーの宣伝をして、はい、さて、それで、そうですね、今回はおしまいということで、はい、では来週の KY ランチは、はい、はい、雑煮合戦の件で、はい、柴田商工会議所の田川さんという方に お話を伺いたいと思います。なんか正月ちょっと過ぎたあたりになんかやってませんか。いつでしたっけ雑煮合戦は。1月の毎年初旬ですね。毎年やってる雑煮合戦、ポスターとかもね、よく見たりして、外部の方が宣伝にもしかしたら来てくれるのかな。信用できないかしら、できないかな看板娘ってやつ。看板娘は過去にうちの学生から看板なったみたいですね。そこら辺の話も詳しく聞けるといいですね、はい、聞けるかしら、聞けるかな、看板娘なれるのか、はい